こんにちは、Pです。今日は無事魔法使いで、バラシュナレベル3倒してくれたので、今僧侶用の装備をちょっと調整してます。で、魔剣のこの仮面も、まあこれが物理用の、まあ魔物用とかですね、物理用で。これが今回魔法で使った魔法使い用ですよね。で、今これ、賢者ですね。賢者用も作ってあったんですけど、まあ、賢者はね、結局扇じゃないですか。だから、扇って防衛のね、呪文の埋め尽くしみたいなのが出ない限りは、なかなかいい装備が手に入らないから、やっぱスティックかなと思って、スティックだったらね、理論値ってのがあるし、スティックでね、やるなら、じゃあ僧侶だなと思って、これを僧侶用に作り直そうかなと思って。とりあえずね、2個分は仮面があったから、今3回合成できたんですよ、ラッキーでね。ラッキーが3回続いて、3回ですね、3回続いて、早読み3回と、バイキルとか1回ついたんですよ。4回ラッキーでまだ減って、物は減ってないんですけどね、合成の材料はね。だからあと、2回合成して、まあ結界かなぁ。なんだろう。あ、すごい。見て。もういきなりまあ結界ついてくれました。ラッキーがね、ずっと続いて、4回。だから、早読みかな ?4 回、3回ついて、倍キルとかついて、今度負けっかりでした。これでいいよね。まあ、もちろん賢者でも、覚醒なしで、負けっかりでもいいわけじゃないですか。祈り。で、どっか、もちろん、聖なる祈りだから、回復寄りになりますけどね。まあ、魔法が攻撃寄りだから、これを消します。まあなんかね、すごく魔法のと似てますけどね。まあでも、ソウルでやるならやっぱりこれかなと思ったね。覚醒をまずやらないから。で、これ。まあラッキーがね、3回も続いて、4回も続いて。これいらなかったね。せっかく。直したのに。どこ行っちゃったかな。これですね。これの方がね、無難だよね。ソウルはね。祈り、早読み、負けっかり。ですね。まあ、覚醒だと僧侶ができ、一応ね、防衛軍に行って、これは取ってきたんですよ。扇ね。まあ、速度が1個しかついてないんですけど、このぐらいだったらすぐ取れるから取ってきたんだけど、やっぱりこういう、綺麗じゃないじゃないですか。まあ、もちろんバザーで、今だったら呪文の埋め尽くしなんかも売ってるかもしれないけど、私、個人的に、まあ、確かに僧侶の上位職的な、イメージが賢者だと思うんですよ。ただ、ドラクエに関しては、ザオラルが、ザオリクと同じ効果が出ちゃってるから、あまり賢者、まあ、癒し鍋とかね、もちろん賢者強いですけど、それほど僧侶の上級職には見えないから、で、まあ、風切りとかいろいろありますけどね。やっぱり、なんていうのかな、やっぱり僧侶の方が、まあ、僧侶の席があるんであればね、あんまとこに戻さないと。で、僧侶の席があるんであれば、まあ、こういう、ちょっとこれ、スティックのね、ほら、理論値です。これね、作ろうと思ったんですけど、自分でね、エールのスティック、多分、発売になってすぐぐらいにやったんですけどね、全然できなくて。赤字がすごくてやめて全然やってなかったんですけどね。まあこれは、ちょっとね、フレンドさんに上手な人がいて、木工とランプの人、その人にちょっと譲ってもらいました。でね、でブルーバックラーも、まあ動画でも言ってるのかな、ちょっとわからないけど、これは自分で4度目のチャレンジでやっとできた。理論値です。
まあ普通はね、大成功が1個はね簡単な錬金なんですけど、これがなかなかできない。ブルーバックに関しては本当に4回目だ、もう多分3億以上回しててできなかったんですよね。で今回はね3個目でできたから、まあだいぶお得にはできましたね。でまあね、せっかくあのエイルのスティックも手に入ったし、あのブルーバックラもあるから、あとね、あの魔法と共通ですけど自分のダメージもあるし、ここね、ここ毒の回復魔力18だとね2500万ぐらいするんですよ。だからこれ逆にこれが多分1600ぐらいだったと思うんですけど、これよりが高いんで、総量がね、だから単純に回復魔力35ぐらいだったら1000万ぐらいで買えるから、まあそれ買ってもいいかなと思うんですけど、まあ別にちょっとそんなに、あの前はね結構送料も好きでやってましたけど、今は、うん、それほどでもないから、まあ好きは好きですけどね、あの、うん、まあでも私の周りにはフレンドさんで送料さんが結構いっぱいいるから、まあ稼いだ方がいいんで、はい、で一応ねさっきあの倉庫から引っ張り出してきましたけど、呪文威力アッププラス5っていうのがついてるやつに変えて、まあ石数でしょ、あとね、ここもね、あの、まあ、王権にね、あの98枚ぐらいプレチケ費やして、まあまあ、でもこれ結構まあまあだとは思うんですよね、こういうのも出てるから、回復魔力が最高値の26でしょ、あと、HP と MP が10ついて、素早さが20ついて、まあ、回復魔力以外はね、最大値ではないんですけど、結構いい感じでついてると思うんですよね。だから、でプエルもね、基本的にそれほどこれに力を入れてなかったから、まあとりあえず溜まってる分だけで合成して、うん、まあ理論値にはなってないですけど、しかも守備とか、うん、今はちょっといらないかなって思うんですけどね、素早さの方がいいかなって思うんですけど、まあとりあえずは今現在できてるのはここが最高なんで、でこの状、まあこれも証の方がいいってとね、どうなんだろう、まあ一応 HP もつけて、まあ HP が今715、飯なしですね、だから745になるのかな、あと回復魔力は一応1015、ノラで募集で見たら、まあ平均的に930ぐらいでしたかね。であとちょっとね、あの装備にこだわってるような人は980、80もいたかなって感じですかね。980、うん、あの、なん一応この何ですか、この王家のベルトをつけなくて、あの、この豪遊のね HP 理論値をつけるといくつだったかな、733で989の回復魔力なんですよ。この辺は結構いましたね。まあ、大体最高値かなって思うぐらい回復魔力。まあ、もちろん下にね、ついてればもう少しいるでしょうけどね。あの、1000超えると思うんですけど。1000は超えてる人は私が見てる感じではいなかったですね。まあ、別にそこが1000いったから、ね、ベフモアラが10も20も上がるわけじゃないんで。ただまあ、10、20違うと、いくつだったかな。で、4で1個ぐらい、1上がるぐらいでも4、5、20だから。4、5、20、5。ベフモラで5ぐらい上がるかな、20違うとちょっとわからないです、最近ちょっとやってない、まあこれかなとは思ってます、はい、でね、イシスはね、これ回復魔力じゃなくて HP 盛りは作ってないんだよね。だからアヌビスなんかはね、この HP 仕様と攻撃魔力仕様作ってあるんですけど、あのイシス系とかね、回復魔力系は私基本的に最近は全然やってないから、あんまり作ってないんですよ正直。だからアガレスも、アガレスはね結構あの現物が出たんで一応ね理論値にはなってますけど、一箇所だけ素早さがついてるから、これは器用さにいずれ変えたいなと思ってますけど、ハルファスなんか合成が、あの現物が1個しか出なかったんで、こっちは合成できてますから、アモンも1個しか出なかったかな、大紋章か、それはね、合成ができてないでしょ、うん、
ダーガレスは、まあ今回ね、グレモリ、グレモリもすごいな、ね、こんな状態です。で、装備これかな。まあでも、710号ちょっと HP 少ないかなって気もするけどね。どうなんだ。まあ、908。これいくつぐらいいくのかな、ベホマラ。で、エールのスティックが 10% アップついてるじゃないですか。だよね。そうか。だよね。見てみ、使い込み10個、10回だよ。10回も買ってないんだよね、だからね。10回か。10回買っただけなのかな。あ、でもあれか。まあ、そうだ。討伐も少し2回ぐらいやっちゃってるから、多分、1を3、4回と、2を3、4回と、3を1回って感じですかね、買ったの。よし、これで1回。あ、宝珠どうなってるかな。宝珠。ね、スキルは一応見直したんですけど、ちょっとこんな感じかなと思って、ちょっとまだあんまり理解できてないかな。まあこんな感じかなと思って振ってるだけなんだけど、スティックでしょ。まあポップンもいらないですよね、確かね。でまあ一般的に使うから入れてあって、あと MP でしょ、回復魔力、スピリットですね。はいはい。まあこんな感じかな。で、進行の方は、まあ火ダメやね、銃っていうのは、大体いつも定番で入れてるから、火ダメでしょ。まあ、ベホマはいらないよね、きっとね。復活時。復活時 50% 祈りと早読みってありますけど、まあ死んでるようじゃちょっと困るんですけどね、確かに。まあでも、この辺 75% と 50%。で、180まではね、火ダメは一緒なんで、10。一緒でしょ。で、呪文の回復量、ほんと20ぐらい入れたい気がするけどな。どうかな。ベホマラはかなり上がるけど、まあでも10、プラス10だから、これ 10% じゃないじゃないですか。プラス10なんで、例えば、ね、ベホマラが500だったら510になるだけなんで。なんかな、ちょっとこれで、かな、と思ってます。でね、一応、何でしたか、これ。モモもだからせっかくなんで、スティックとね、ブルーバックが書いてます。モモはね、アビスの腕フリーの、おしゃれ。おしゃれで回復魔力を、回復量が上がる仕様なんで、アビスですよね。まあ、大した装備。これほとんどアビスが、拾ったような装備なんで。OK をですね。で、これは下げて、何かで試してみようかな。何で試す？何で試すのかな。今日じゃあれだよね。あんまり楽しくないよね。かといって、今何時ですか？ 10 時。あ、これか。やだな。ジュレだね。防衛部。今倒せるのかな。どうかな。でもベホマラ見るだけだったのかな。痛い。どうしよう。レギュロとかは3だけど、レギュロちょっと装備変えないと無理だよね。あんまり僧侶ってハイエンド席ないよね。これいけるかな、僧侶ですか。回復はね、結構。これ、ジュレでしょ、これ。ジュレ。嫌なんだよね。
美味しいわね。で、クマなんね、あれ少し見たいだけだから。今日ボスでもいいのかな。撮影してるのかこれ、じゃあね、今待ってね、何がよくわかる、どれも一緒だよね。これね、統括で見て一日一回とか、これないかな。あれ、疲れなくても出る。あ、ちょっと待って。これだって死んじゃう。フレイテルやったら死んじゃうかな。あの、タクトもやってるんですけど、まあ、タクトはね、無課金でやってますけど、タクトでグレイテルもいるんだよ。でも難しいかな。どうなんですか。今は難しくないの。で、アズバンでいきます。デフマはいくついくのかな。今日かな、ちょっと昨日かわからないけど、誰かのね、あの、デフマはいくつぐらいいくのかなって見てたんですよ。だいたいね、カギマルで今1000ぐらいだってのは知ってるから、1000あると、前800ぐらいで、デフマラが500かな、みたいな感じだったと思うんですよね。で今いくついくのかなと思って、見てたら600くらいって言ってる。あれ必殺チャージ来たけど、あ、勝った、勝った、見た、みたいな。あ、これね、危ないの回収しない。祈りとね、ほら、水で早指と負けっから、これ最高だよね。え、これ、どう？デフォーマラ。え？あ、624もいくよ。すごいね。確かね、バラシナで見てたときに、あれ？これ600超えるんだって思って見てたんですよ。いいね。あ、もう倒れちゃうんじゃん。あ、もう終わり？ちょっと待って。デフマラもう一回したいな。624ですね。いいよね。私、僧侶、レギロイクをやってなかったからね。ずっとクルーガーから、まあ、クルーガーも別に僧侶としてじゃなくて、普通にね、この攻撃マルクオとブレス4ね。普通の僧侶専用じゃないのでしか僧侶やってなかったから。うん。あ、ちょっと待って、これルネッサンスか、それ、決勝にしないとね。でね、それ以降僧侶ほとんどやってないから、いくつだったかな、回復魔力は。かなり低くて、フレンドさんにね、兄ちゃんのベフォーマル500いかないよって言われてね、ちょっとショックだった。記憶があります。今はね、624もいっちゃったよ。すごくない？何にするの？あ、バラシナか。バラシナもじゃあ、後でね、せっかく僧侶用の魔剣も作ったから、それ、魔剣も行こうかな。あ、魔剣もそうだね、後で。あ、でもね、スキル違うよね。ちょっと思い出しちゃった。何かあれ使ってるよね。あれ、これじゃないよ。毒になった時に、どれティンクルバトンアイギスを使ってたよね。これも全部使うよね。どれがいらない、スペルガーバー、ポップスティックがいらないよね。いらないんだよね。ちょっと待って、あれ何でしたっけ、毒になっちゃうやつ、直すやつ。これかな、これだよね。そうそう、これ。あれ、これも必要じゃん。これも必要か。どれを外す、スペルカードを使う、あ、回心、でも回心ガードいるんだよね。何ですか、あれ、忘れちゃう。ゼルメア。ゼルメア行くときはもう回心ガードから入りますからね。でも、アイギスも使うよね。聖女も祈りも天使も使うよね。あ、いや、今の防御あんま使わないかな。じゃあ、これでいいか。まあ普段はね、結構使うと思うんですよね、もちろんね。あ、こっちの方が、はい、結構使うよね、シャインスティックの方がね。これかなり、タゲ見て行動するから、忙しいでしょう、ね。天使、こうかな。あ、間違えたかも。
これから社員でしょ。スピリットゾーンはこっちかな。そんな会心カードいらないけどね。会心カードは下の方だよね。だよね。ファイリスでしょ。ファイリスはしてたような気がするんだよね。スピリットでしょ。これ MP 大事でしょ。あ、これと逆か。でも天使して停止してる暇あるのかな。じゃあ行こうか。行こうかな。いや、聖女もするよね。シャインスティック行こうか、やっぱり。こうだね、きっと。いるかな。これかな。こうかな。配信ガードはあんまり、あれは使わないよね、確かに。OK。で、呪文？呪文って何か使う？ベフイミって使わないよ、今。使わないかな。ズッシード、ズッシード使うかな。すげえ。あれ何しようまた忘れちゃった。で、もう一回あれ、もう一回行きます。負けちゃうかな、あれ行ってみたいな。ネルゲルじゃなくて、グレイツェル。グレイツェルね、さっきも言いましたね、タクトルね。1周年あ、2周年かな ?1.5 周年は、タクトか。あ、ですよね。それで、結構ね、毎日10回、ガチャ引けて、結構揃ったかなって感じですね。まあ、ソシャゲはね、ちょっとガチャ次第だから、ちょっと辛い時は。まあ、タクトはね、もちろん。天使した方がいいの。タクトはね、お金使ってないんで。コスドラかなり使いました。何百万って、あったかもしれない。もう、今は使ってないですね。やめました。ゲームはやってますけど。え、これ何するのかな？あとにね、ちょっと待って。で、本はいくつ？まあ、さっき見たの。え、どこ行っちゃったの？忙しいな。どこどこ？あ、なんかこのスティック初めてじゃないけど、あんまり見たことなかった。総理やらないから見たことなかった。かわいいな。これ、グレーチェルさっき倒したの？え、だってあそこにまだいるじゃん。ダーク、ペルシャとかいいの？なんか、やばくない？あ、呪われてるよ。呪われてるよ。あ、そこ。あれ、これ倒しちゃったけどいいの？これ。あれ？ちょっとなんか違う？くない？確か、あれ、直すのない魔法。あれ、忘れちゃった、あればっかり。あ、いいのこれ。どうしよう。あの人、残ってるよね。一人。いいの。あ、まだ出てくるんだね。すごいな。すごくね。これで見てもね、しちゃったからな、ほら。あれ終わっちゃったよ。せっかく覚醒じゃなくて、祈りと早読みと、あれ来たのね。終わっちゃいました。あ、すごい、サンゴもくれるんだね。あそこにさ、ダークベルシャ残ったままだったね。なんだ。残念だ。でもちょっと楽しかったかも。どうしよう、試せてる。僧侶、強ボスぐらいじゃ、わからないよね。どうしようかな。あと言って防衛行ってもなぁ。とりあえずルネッサンスどうしよう。取っといた方がいいかなと思ったんですけど、装備薬、あ、でも結構トライバルとか今ね、処分しちゃったから。あ、大解決処分したかな。ちょっと待ってね。大解決も処分したのかな。まあ、してるよね。これ下は取っておくから。あれこれいらないんじゃないの腕。だよね。あ、大解決ってないよね、他に。あれ間違い。違うよね。下だけだよね、大解決が必要なの。あれじゃあ、上もないよね。上はいらん。上もいらん。あ、そうそう、だからこれね、ルネッサンス。決勝にしようかな。
でもね、自分で作ったんですけど、自分でね、掘って錬金もしました。でもね、邪魔だから消したりします。でね、そう言ってね、前の黄昏、なんですかこれの前の杖ね、もう結晶にしちゃったら、結構黄昏派っていうんですかね、もういるみたいですね。なんかね、黄昏と証と、追撃つけてバラしない犬の人たちっていうのがいるみたいですよね。これ邪魔だから、じゃあなんかいっぱいあるぞ、結晶がいっぱいあるぞ。後でいっかな。はい、これでね、一応HP715、 回復魔力1015ですか、ですね。バラシナヨ総力、一応ね、アクセも無事1回で、できなかったらどうしようと思ったんだけど、1回で負け1回ついてくれたから、総力もできたし、一応アクセも完成かな。まあちょっと本当にやるかはわからないですけど、一応総力も完成ってことです。デビューする、まあ、チームメイトがね、特にやっぱり魔法のフレンドとかね、チームメンもが多いから、そういう時にね、私が僧侶できれば、まあ、本当は賢者もできればいいんですけどね、まあ、僧侶ができれば、いくらかね、一緒になるべく行ってあげたいし、行こうと思ってます。まあちょっとまだエルコのまんまだけど、もう明日の朝ぐらいに切れちゃうのかな、24時間だから。見て見て、そうだよ、また思い出しちゃった。これいいよね、これ大好き。はい、それでは一応バラシネヨ僧侶も完成かなっていう感じです。じゃあまた今度は戦闘で、じゃあまたね、バイバイ。